議官は、中央省庁、自治体や民間企業における技術的な事項を統括する役職のことである。国土交通省の議官は、土木行政職議官の時間級ポストで、いわゆる証明審議官と同様に、国土交通省設置法で規定される特別な職である。証明を監視内、議官が正式な官名であるとともに職名であり、国土交通省議官や、 国土交通機関と表記するのは誤りである。なお、建設省時代の官名、職名は、証明を冠した建設技官であった。旧建設省系土木技官で、水管理、国土保全局長もしくは道路局長を歴任した者が、技官に就任する官令だったが、2018年7月に、旧運輸省出身の議官として、 初めて公安局長の菊池美智が議官に就任した。さらに、議官から国土交通事務次官に就任する場合もあり、建設省出身の事務官、運輸省出身の事務官との三者交互でつくことが通例となっている。職務議官は命を受けて国土交通省の所掌事務に係る技術を通理する。厚生労働省の医務議官は医師免許を持つ。 医系技官の時間給ポストであり、医療、保健の技術分野で、部局連携による対応や国際保健外交などの重要施策について専門的観点から総括整理する。2017年度に新設された。職務医務技官は、命を受けて厚生労働省の所掌事務に係る技術を通りする。特許庁の特許技官は、特許庁長官に次ぐ2番目のポストで、 局長級のスタッフ職である。特許議官は特許庁の議官のつける最高のポストである。防衛装備長の防衛議官は上記の特許議官類似の防衛装備長長官に次ぐ2番目のポストで局長級のスタッフ職である。なお、初代の防衛装備長長官には議官出身者が任命されたことから上記の国土交通事務次官同様、今後も 議官出身者が時間級である同調トップのポストに就く可能性も高く、特許議官とは違い、防衛議官は必ずしも防衛装備長の議官のつける最高のポストとはならない場合もある。東京都の東京都議官は東京都総務局に置かれ土木技術職もしくは建築技術職が就くことのできる副知事に準ずるポストで事務職も含め一般職における 最高の地位であり、都の一般職の職員では唯一階級的な故障を表す、職総名を持たない。総務局長、政策企画局長、財務局長といった重要条例局長と同格の指定職給料表も、号泣が適用される。東京都議官は、技術職の条例局長ポストである都市整備局長、もしくは建設局長のいずれかと兼務することを条例とするが、 空席の場合もある。また、都市整備局、福祉保健局、教育庁、港湾局、水道局、下水道局にも局長級のスタッフ職ポストとして、議官がある。県や市町村でも、部長級、次長級のスタッフ職として、議官を置いているところがある。土木技師だけでなく、建築、医師、農業、林業など分野は幅広い。または、 技官とは呼ばず、技みきと称する自治体もいくつかある。主に製造業の大企業を中心に、技官や技術監査役という名のポストを置いている企業がある。一般的に技術者の上位職であり、技術コンサルタントやフェロー、製品、技術判定員、特許審査員、大きな成果に対する名誉職などといった位置づけがなされている。ありがとうございます。